1972年の沖縄返還をめぐる日米密約問題で日本がアメリカに密かに資金を供与するために使用されたとみられる銀行口座の存在を財務省が確認したことが明らかになりましたいわゆる口座という言い方、まあ何らかのそういう無利子の預け入れがあったということは確認しております。 菅財務大臣によりますと、口座は日本政府がアメリカの連邦銀行に開設したもので、アメリカ側からの報告で判明しました。日本政府が無利子預金の口座を開設し、これを元とでに連邦銀行が運用して得た利益1億ドル以上を裏金としてアメリカに供与したのではないかとされています。韓大臣は。 金がアメリカに供与されていたかはまだわからないと説明し外務省と詰めの調査をして来週にも結果を公表する方針です。